まずはちょっと待って、ああ回避したい、危ない。いやーのっけからもう展開もわからないし、戦闘厳しいし、んなんだこれ、装備、武器を装備する欄です。防具を装備する欄です。何でもあらゆる武器防具アイテムを装備する欄です。武器防具アイテム、わざわざアイテムって書いてるってことは、何、武器防具以外でも装備できるって感じなの。これ重要なのは何でも欄です。攻撃に特化するもよし、気力を上げてスキル使いまくりでもよし、いろいろな組み合わせを楽しんでください。まだまだよくわからないな、これ。わかんないか。じゃあ、ちょっと軽く戦闘の練習してもいいんだけど、ちょっと危ないから。ちょっとまず行けるところから行っちゃいましょう、どんどん。ん、誰かいる。ルドルフ。こっちは、危ないかも。ガラスのかけらを手に入れた。え、危ないかもって。水辺。なんだろう。いけそうだけどちょっと怖い。まあいいや。あー、ちょっと待って、危ねえ。これワンメスだけで厳しいなぁ。あ、なんか言ってる。交換ガラスのかけらかける3で空き瓶。ガラスのかけらが今1個だから無理だよね。あ、装備できる。ああ、そんな感じか。メモ帳30金、お金を持っていない。三つ足ガエル7000、カラスの濡れ場800、闇夜の錦50、薄汚い鏡90、ゼニガラス5000、クレイモアウルフ2300、炎帝の剣350。これは売却袋。あ、ここで売却するのか。キッチン?料理ができるようになります。所持アイテムを組み合わせて、より強力なアイテムを生み出すことができます。あ、キッチンそのまま売ってるんだ。アーロン、見ていってやってください。いや、お初ですね。魔法サービスでお教え差し上げますよ。ヒマリはスキルファイアウェーブを習得した。戦闘中コマンドスキルで使用することができます。え？見ていてやってください。どれもこれもいい拾い物ですよ。支払いは金でお願いします。これ金って読むの、金って読むのかな、なんだろう、わかんないね。あ、てか、スキル確認できないですね。ん？この辺りは特にないっぽい。こっちは？ん？あ、入れてくれないのか。え？無言で言われてもわかんないんですけど。
そっか、なんでも欄か、なんでも欄で、ああ、そっか、なんでも欄でいろいろつけることで、スキルを使いまくる。あ、なんか物を装備すると、スキルが使えるようになったりとかも、そういうのもあんのかな。ってことは何だろう？一本道迷宮と同じ感じなの？あ、そっか、一本道迷宮ってもともと作者の人が魔物を結構リスペクトしてるところがあったから、そっか、そこを、そっか、一本道迷宮のシステムは、そっか、魔物のシステムをリスペクトしてる感じなのか。レベル上がった。てか、そうだよな。よく考えたら確かにそうだったな。あ、そういうことか。あ、じゃあ本当に何でも、その回復アイテムとかも、できるってことなのかな？どうなんだ？わかんないや。まだよくわかってないんですけどね、正直。ちょっと待って、下はあんまりいけないんだよね。もう一レベルぐらい上げる。正直、こいつ倒すだけで結構今、苦労してる感じなので。これ、黄色のところがあるのは何なんだろう。自動回復かな。あ、なんかそんな感じだね。あ、本当だ、自動回復してる。さっき11だったのに。あ、自動回復あるんだ、これ。じゃあ、そこそこ頑張れば。ある程度行けば回復なしでもできるようになったりとかするもんなのかな。うわぁ、ちょちょちょ。ちょっとこれ一気に何体回転するのは今やめた方がいいかも。淡々とはやってるけど、正直進めるのがちょっと不安な節はありますね、今。まだまだ先は長いですね、レベルアップまでは。もうちょい探索してきますか。なんか合うのか合わないのかが。うわ、ちょっと待って。怖いな、これ。え、どうしよう、これ。寄せずつかずみたいな感じだったけど、今。これ自動回復も少しずつ活用していくしかないかな。てか自動回復活用していかないと進められない。いいけど、あ、そうだ、スキルもあんだよね。おお、一発ネズミの肉。え、てか消費です。てかこれは SP か。てか、消費 SP 結構多いな。体力 90% 以下って。
ね、あ、ちょっと待って、よくよく考えたら、さっきの戦、2回前の戦闘で体力ちょっと減って、次で全開してるってことは、そうか、戦闘ごとで自動回復がつくわけか。ってことは、そっか、本当に強い敵にあったとしたら、一回弱い敵を挟んで、それで自動回復使っていくって手はできるのか。よくわかってないけど、そんな進め方でいいのかっていうのもある。まあでもなんやかんやです。少しずつ育成はできてる感じですけど。